久米平内は江戸時代前期に実在した日本の武士、剣術家である。久米平内とも表記する。出生名は兵道長森、通称は兵内兵衛。講談に取り上げられたため、その人物像は伝説的とされる。元那2年1月4日、肥後国熊本に兵道長森として生まれる。久米星は妻のものとされる。 三河国コロ藩に仕え、その後に、江戸、赤坂で道場を開き、武術を教えた。赤坂時代、千人斬りのガを起こし、夜ごとつじ切りに出たとされる。その後、出家した鈴木正蔵に入門し、座禅を収めた。浅草の浅草寺の境内、二王門街に、自らの二王座像を設置し、在郷消滅を願い、通行人に踏みつけさせたとされる。 戦争時の宝蔵を門脇に、久米平内堂が現存するが、ここに安置されたとされる、平内ナ像は、踏みつけが、文付けに返されて、縁結び信仰の対象となった。天羅三年六月六日、死去した。去年六十八。開名は無冠一祖故宇歌川報告描く、久米平内左衛門長森、一遊斎国吉描く、見立て十二氏の内牛。 久米平内左衛門の、松若丸は、伝説上の平内のでフォルメされた姿である。1808年、極定馬金が執筆し、市柳人と豊博たかひろこと、歌川豊広が口絵を描き、経画堂が出版した、講談初積み案は、平内のほか、三浦や薄雲、高座か内、土手の道鉄らの説話が盛り込まれている。同書が描く平内は、 武蔵国豊島国渋谷里の渋谷障子修順の屋敷に囲われた剣術の達人として登場する。兵内は数年前まで九州浪人であったが、壮年になってから土地を離れて江戸で剣術指南を始め、創順も指導を受けるが、あまりの貧しさに居宅を提供、兵内はこれを恩に着る。創順は三浦屋の薄雲太夫と出会うが、薄雲は 高坂陣内に切られるが子供を産んで死に、総順の夢枕に立つが、これを妖怪と見定めて、兵内は退治する。総順は、薄雲の子を引き取りせ太郎と名付け、長男の近藤の弟として育て、最終的に薄雲のあだちに成功するが、兵内は、薄雲が、実の娘であったことを告白する。1912年7月。 立川文庫第32編として刊行された武士道聖火久米平内には剣術指南の坂田東十郎、荒木又右衛門、万寿院長兵衛、白江組、水野十郎在門らが登場する。1916年、大川屋書店の八千代文庫第14編として刊行された久米平内にも立川文庫同様に万寿院長兵衛が登場して平内の機難を救い、 男嫌いの芸者、小春が登場、水野十郎在門がこれを切ろうとする。長兵衛が取り持って、兵内は小春と結婚するが、長兵衛は湯殿で殺され、兵内が水野を打ち取るという話になっている。1918年、博文館が刊行した三代目小金イアシスによる講談本、久米平内によれば、平内の名は、久米平内兵衛表へを守る。父は、 間の平左衛門長近とされ、剣術は、父から学んだ牧伝流津和野城の亀石に、親子で士官したという設定である。坂田藤十郎が平なように推挙、その後、野牛神影流の免許改伝している。同バージョンにも、荒木又衛門、万水院長兵衛、衛水野十郎左衛門は登場し、兵内は、最終的に初期に助けた、三輪屋お里と結婚する。 戦争時のクメヒラ内道。日本映画データベースに見られる、クメヒラ内の登場する、劇映画一覧である。末尾の俳優がヒラ内を演じた。ありがとうございます。